勝てない。はい、というわけで皆さんこんにちは、アシスです。いやーほんと勝てない。ここね、ここ100戦くらいやって永遠と A1 と A2 往復してるだけ。マジでクソだわ、ほんと。で、勝てないんだったらガチャを引けばいいんじゃないかと。いやね、確かにプレイはひどいと思う。だけどさ、カードゲームなんてやったことないしね、何を改善すればいいのかもよくわかんないから、まずできるところからいきましょう。ガチャですね。はい、というわけで10連ないんで、ここ、カードパック9連プラスクリスタル1日限定で1連で、合わせてね10連ということに今回はしていきましょう。さあ引くぜ。で、デッキ強化するのに何が必要かって考えたら、やっぱりまず最初にね、オーレリアですよ。あのね、すべて私がね勝てないのはね、すべてねオーレリアが2枚だから。よし、オーレリア来い、オーレリア来い、オーレリア来い、来い。違う、惚れて。え、なんかさ、流れが完全にさ、俺にさ、ドラゴンやれって言ってない？っていうか、え、よく見たらさ、惚れてってさ、足タコなの？え、めっちゃ上腕、あ、違う、え、待って。違うの、待って、どういうことこれ？え、股間からさ、タコ生えてない？え、何これ？え、クソ謎なんだけど。あ、違うか、ドラゴンに乗ってるのか。あ、これタコの足かと思った。びっくりした。なんだ、そういうことか。すげえ、フォルテの風評被害だ。あ、何気にフェアリービーストとかもあったね。あれめっちゃうざいからな。よーし、行くぜ。オーレリア！来ない。いや、オーレリアさえ来れば、オーレリアさえ来ればさ、俺はさ、すぐに A3 に上がれるん。ヴァンパイア。え、あー、止まったかと。いや、ヴァンパイアは次のカードパックでおそらくめっちゃ強化される気がする。ほい。あ、なんかね、なんだっけ、ハエの王みたいなの出てたね。なんかそんなの見た気がする、若干。さあ、5パック目。よし、オーレリア。くそ、これね、オーレリア出なかったらもう作るわ、オーレリア。本当にエーテルで、あと1週間で、実はロイヤルの運命は終わることになるわけですが、終わると言われてるのですが、もうね、エーテル無駄になっても1週間のために作ってやろうかな、本当に。いや、でもロイヤルどうなるんですかね。なんか全体除去とか、除去系がね、満載されたパックになってるらしくて、あまりちょっと詳しくわかんないんですけどね、なんかロイヤルは死ぬみたいなこと言われてるんですが、まあね、ちっちゃいフォロワーを出していくんじゃなくて、もうミッドレンジとかコントロールロイヤルみたいな感じでね、やればまだ生き残れるのかもしれない。なんといってもね、 6PP 以降のカードは結構強いですからね。まあ後半勝負するんだったら、ドラゴンとか使えよって話なのかもしれませんが、いや、まだ夢や希望はあると思うんだ。よし、じゃあさ、行こうじゃないね。8パック目、行くぜ。オーレリア。あー、ダメだ、ブロンズだ。違う。なんで俺はブレイブフェアリークリックしたんだ。全然違うよ。さあ、9パック目、オーレリア出す。来い。さあ、ファントムハウル、これね、めっちゃ強い。ネクロマンサーに、なんかね、いや、まだあと HP8 残ってるから大丈夫だろうみたいなことやってたら、なんか、耳こことネクロマンサーで、なんか瞬殺されたりするからね。ネクロマンサーじゃねえや、ファントムハウルでね、瞬殺されたりするからね。ほんとね、ネクロはね、バーストダメージが多いね。というわけで、出ませんでした。あ、まだあと1回残ってるじゃん。一応ね、9連はこんな結果。この真ん中をクリックすることにしよう。ロイヤル。行くぜ。ザッ！冥府だって。あ、冥府やれってこと？ただ、今やるのは冥府デッキではない。ロイヤルだということで、まず余剰カードを分解しよう。あ、
1150、ちょっとね、オーレリア資金できるんじゃないですかね、これで。で、作るは、もうオーレリアですよ。ちょっと待って待って待って。これこれ、オーレリアさえ揃えば、もう、ロイヤルのレジェンドコンプですから、もうコンプリートしたらね、そんなんね、マスタークラスですよ、コンプした瞬間に。というわけで、分解じゃないね。いや、めっちゃ可愛い。一番可愛いよね、オーレリア。というわけで、ちょっとすごいもったいない、もったいないんですけど、エーテルなんていうのはね、後でいくらでも課金すればね、作れるわけですよ。ということで、作っちゃいます。よし、3枚。この流れで、フロガ3枚作っちゃおうかな。いや、アルビダとかも引かれるんだけど、いや、最近ね、後半勝負でフロントガードジェネラルの、この守護、強いんで、もうオーレリア3枚、ジェネラル3枚の、守護守護デッキにしちゃおうかな。いや、ありだろ、これも。オーレリア入れて、フロガ入れて、いや、もうこれで、これでもう全勝だわ。あと2枚抜かなきゃいけない。ガブリエル抜く、ガブリエル抜こう、ガブリエル。あ、もうこれ全勝だわ、全勝デッキできた。やばいやばいやばい。見てくれよ、このバトルポイント。あの、100戦やって、微動だにしなかったこのゲージが一気に連戦連勝どんどん上がる。いや、たった一つやったのは、たった一つオーレリアを作っただけで、3500エーテルでオーレリアを作っただけで勝てるようになったよ。いや、すごい。もうオーレリアを作っただけで勝てるし、宝くじに当たるし、女性から遊びに誘われるし、いや、もう皆さん、あのオーレリア作った方がいいです。あとね、あの私の動画にどんどん広告を打つと、いや、もっといいんじゃないのかなというふうに思います。